京都ブラック問題研究資料センターは、京都府京都市北区小山下宇佐町にある、ブラック問題、ブラック史専門の図書館で、情報発信センター。京都ブラック史研究所の後ろ身で、ブラック解放同盟京都府連合会をスポンサーに持つ。ブラック問題、ブラック史を中心に約1万7000冊の図書を所蔵している。日本共産党系列のブラック問題研究所は、 別組織。1977年、京都のブラック史編纂を目的として、元、解放新聞主筆の諸岡祐一が、京都ブラック史研究所を設立。設立のきっかけは、京都史編纂の、京都の歴史において、ブラク問題に関する記述が削除され、別の内容に差し替えられる事件が起きたことであった。この事件を問題視した。 ブラック解放同盟京都府連合会が行政を追求し、ブラックの研究事業を行政に応急して、研究所設立の予算を獲得するに至った。当時のブラック問題に関する研究全般について、名田本正久は、研究とは言いながら、運動側からの位置づけは、童話事業獲得のための刺身の妻みたいな扱いのところがあり、 ブラクが貧困で定位で迫害されていることを証明できればことたれりとされてきた嫌いがありましたと述べている。諸岡は当初最大の目的である京都のブラク史編纂に特化した編纂委員会方式を取るつもりであったが内部討議の結果向上的な研究所組織の発足が決定京都ブラク史研究所として活動を開始した。井手のブラク史 大海八幡のブラック安野ブラックなど、地方における実証的なブラック研究所を刊行。1995年、京都のブラック全10巻を完成。また、1992年まで、ところ方、コペルを発行していた。京都ブラック研究所が2000年6月に閉所し、その更新として2000年7月に、京都ブラク問題研究資料センターが発足。 初代所長として、名田本正久が就任。かねて、より名田本は、ブラック解放同盟の方針に強く、ことを唱えてきたので所長就任当時から、革新反的な私に所長を依頼するとは、ブラック解放同盟が私との意見の相違に全く気づいていないのか、はたまた根性がよほど座っているのか、あるいは後継者に急しているのか、 ともかく全く驚く他ありませんでした。解放理論の新しい展開に向けて、従来ありがちだったあたり触りない言説を廃止、本音で語る活動を目指して、全力で頑張ります。こう、ご期待と語っていたが、やがてブラック解放同盟との方針上の齟齬が、問題となり、論文、ブラック解放に、反転能性は、無用が、ブラック解放同盟京都府連合会から、 協力関係にあるはずの資料センターの機関紙で、なぜ運動路線への敵対的な文章を載せるのか、生まれによる差別に反対するブラック解放運動が、人間の平等に反する、天皇制に反対して、戦うのは当然のことであるなどと批判された事件を、機に、2004年には、辞任に追い込まれる。2012年現在の所長は、秋貞義和である。ありがとうございます。